ับผมใครขอแนะนำคณะกรรมการฝ่ายต่างๆดังต่อไปนี้数々の名勝負が演じられてまいりました。この黄金のバンタム、今日はその WBA のタイトルをタイと韓国のアジアの選手同士で争うということになります。コウ・インシュクは挑戦者、ランキングはバンタム級9位です。どういった試合になりますか。ダオルンもこれが60戦目ということになります。随分多くのキャリアを持っています。ダオルン、一方の韓国のコウは14戦目、まあ、試合数でいうと、数は少ないんですが無敗です。あのレフリーの森田さんとジャッジの浅尾さんの顔が映ってますね。そうですね、はい、この試合も屋外での試合です。タイの試合前のセレモニーというのは随分荘厳といいますか、あのセレモニーは長いですよね、時間的にね。長いんですね。そしてこういったスポンサーたち、後ろに並んでいる人たちがですね、プレゼントしていくんですね。はい、で、あの首に巻いてるのはあれ、はい、お札で、あの首輪作ってるんですよね。このところこういうパターンが多いですね。ああ、ご祝儀みたいなもんでしょうかね。なんでしょうけどね。ちょっと私は趣味があるように思いますけどね。まあこれが今タイではなんか流行なんでしょう。試合前のセレモニーが続いています。ダオルン、まあ浜田さん、はい、タイトルを手に入れたのが、まあ、本人はそうではないかもしれませんが、周りから見たら、あるいは、前チャンピオンから見たら不本意な形でタイトルの利用がありましたよね。はっきりとしないね。いや、本当にまだ何もやってなかった、今からやろうとしてたところなのにという感じでしょうね。今挑戦者が紹介されたところです。ですからこの試合にかけるものがかなり強いんじゃないでしょうかね。あると思います。ですから勝ったら放送と、負けたら放送なし、そういう状況なんですよね。ครับแล้วก็ฝ่ายแดงที่ชั่งน้ําหนักเมื่อเย็นวานนี้เหมือนกันครับแชมป์โลกรุ่นแบนตัมเวทของสมาคมโลกชาวไทยという韓国の期待を背負っています。ランキング9位コウ・インシュク、118ปอนด์เท่ากันดาวรุ่ง MP ปิโตรเลียมครับ。そしてサウスポーのチャンピオンダオルン MP ペトロリウム。の4敗だけですね。ครับก่อนที่จะทําการというチャンピオンダオルン、これが初防衛戦です。まあ、浜田さん、はい、タイのサウスポーといいますとどうでしょう、共通したようなことはありますか。共通したのはほとんど、まあ、似たようなあのボクシングしますけど、頑丈で前に出る力がありますよね。カオサイですとかラタナポンもサウスポーです。そしてこのダオル、センサクもそうですかね。もう特にセンサクなんか本当にタフで前に出る力ありましたよね、はい。という前に出る力、この2人がこのリングでぶつかります。韓国の無敗のコウ・インシュクもフィリピンのローランド・パスクワを破りまして、この世界に戦に出てまいりました。世界戦は初めてです、コウ・インシュク。もう私はダオルのですね、非常に素晴らしい試合見たことありますね。その東洋太平洋タイトル取ったミン・ヨンチョンの試合、これダウンを与えてすごい選手がいるなと、まあ、韓国でびっくりしたんですけど、ところがタイではですね、やはり村が多くて悪い試合もしてますからですね、はい、タイの人でダウンはそれほどいい選手じゃないよっていう人たちもいたんですね。で、日本の内田正和さんが東洋タイトルのレフリー行った時がまた出来が悪かったんです。ダウンっていうのは対策ないねって言って内田さんに言われてたんですけどね。この村があるっていうのはですね、だからその悪い時に当たると、そのまあ実力のそれほどでない相手にも負ける危険性はあるんですよね。そうですか。ダオルン MP ペトロリウム、今回はどうでしょうか。前の名前がダオルン、なんて言いましたか、チュワタナ、チュワタナですね、はい。まあ、スポンサーの名前こうしてつけるんですよね、はい。まあ、一番最初に出てくるのが名前です、ダオルン、つまりダオルン、その後ろがスポンサーの名前です。スポンサー変わったらもう名前なんかどんどん変わりますからね。だから MP ペトロリウムっていうその会社がスポンサーでね、はい。例えばワオワオエキサイトマッチがですね、専属選手持ったらですね、ダオルンワオワオエキサイトマッチとかですね、そういうふうな感じですね。あ、いいですね、はい。さあ両者がようやくここに来て顔をギュッと強い目線を合わせました。
セレモニーの時にいい男の2人いるなと思ったら森田さんと浅尾さんだったですね。はい、そうですね。両者を比較した数字が出ています。ともに26歳です。ライニーゴーナータムンカオサイガレクシーネクเหมือนกับเขาสายกาแล็กซี่ชกมา13ครั้งชนะ12ครั้งมีแพ้1ครั้งนะครับในจำนวนนี้ก็ชนะน็อก5ครั้งนะครับมา体重は2人とも118ポンド 53.5 キロですね。ได้อินชิโกรายนี้ก็เคยชนะでチーフトレーナーに入ってるのがโรแลนโดพาสคัวนะครับมาคิวบาのですねイスマイルサラストレーナーですね。ชนะอดีตเป็นอดีตแชมป์โลกนะครับในรุ่นจูเนียร์ฟลายเวทดาวรุ่งนี่ไฟนี้เป็นไฟแรกของการป้องกันแชมป์โลกในรุ่นแบนเทอร์เบทของสมาคมมวยโลกเริ่มชกแล้วนะครับนาทีระทึกใจนะครับแฟนๆที่รอชมวันนี้ที่5เชียงพลาซ่านะครับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนเป็นอำเภอเล็กๆนะครับแต่ว่าแฟนๆก็มาชมกันแน่นขนาดไหนหมดช่องห้าถ่ายทอดสดนะครับที่จังหวัดเชียงรายนี้ได้ชิลล์อันด์สตาร์ทชายแดนนะครับติดแม่น้ำโขงด้วยนะครับก็มีทั้งไทยลาวพม่าแล้วก็จีนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจครับมาดูยกแรกเริ่มแล้วนะครับสายใหญ่ยกได้เสร็จมาสตาเป็นมวยคนละกาดนะครับแชมเปี้ยนของไทยดาวรุ่งเราดาวรุ่ง MP ปิโตรดิวดาวรุ่งนะครับกรอนทรังค์ส์ก็挑戦者โคปีชวันนี้ลงลำตัวต่อยดีครับดาวรุ่งอัดลำตัวก่อนมุราโนะหรือแชมเปี้ยนですが今日はどういった試合を見せてくれますかซึ่งทางด้านกูเท่าธนสักแก้วเคยถ่ายทอดไว้ตอนนี้ทางอิชิโกะโอ้ยโอ้บริสติกัสโคอิชิโกะแล้วก็หน้าตาเหมือนเขาทรายด้วยนะครับทางอิชิโกะนี่ตาดีมากชกมา13ครั้งมีเสมอครั้งหนึ่งชนะ12ครั้งโอ้ถอยอุชิกะคู่นี้ใครดีใครอยู่แล้วนะครับその後パンチを繰り出しますダウル ดารุ่งในซ้ายนะครับดารุ่งยิงซ้ายตัดลำตัวワンツーボディを持っていました左のストレートอิชิโกะก็ตาลับที่ออกมารุนแรงครับต้องฮุกซ้ายฮุกขวาเฉียดไปเฉียดมาตลอดครับดาวรุ่งของเราหลบหลีกไปได้ไม่ได้ที่มาสโคอิชิกะหลบลงล่างครับมาอินทิโกนี่ตวัดฮุกซ้ายฮุกขวานี่แหละやはり第1ラウンドから激しくなりそうですねこれいやまああのタイプ的に大体スタイル同じですからねタイにボディブロー韓国の方はあれですねあのがむしゃらという感じしますねそうですね頭を何か下げながら出ていきますインチゴベンファイ開くไม่รอแล้วนะครับมาจูเนียร์บันทัมの選手なんですけどねまあこうはまあ1クラス上げてその世界挑戦ですねダウルンがですねそれほど上手のある選手じゃないですからね体格的にはそれほど変わらない感じがしますจ๊ะๆเลยดาวรุ่งต่อยซ้ายลําตัวกรรมการเคนโมริตะนะครับผู้ห้ามชาวญี่ปุ่นโดนฮุกซ้ายของคังเตาทอริมัสแชมเปี้ยนอิชิโกะขยับเข้าไปอิชิโกะชาวเกาหลีใต้นะครับชื่อเหมือนญี่ปุ่นนะครับชาวเกาหลีดาวรุ่งแล้วก็หน้าตาเหมือนดาวรุ่งยาดิกินดิกินได้รู้ทุกอย่างนะครับไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับไอ้ที่ก็ฟุ้งฟุ้งโอ้กุศลเนี่ยใช้กันนะฮะใช้ลำตัวอัดลำตัวเองどんどん出てきます。こういう意識。ダウンはちょっとあの力を抜いて速いパンチを打つことなんですけどね。はいはい。やっぱり相手が一生懸命力入ってるんで、つられて力が入ってますよね。そうすると回転の方がちょっと鈍くなるわけですよ。はいはい。早くも切りましたかね、ちょっと。ああそうですか。右目がちょっと。ファイナルペンファイナルね、ソーマーたもん。さあボディを盛んに打ちます。ดาวรุ่งแชมเปี้ยนนี่ซ้อมมาแล้วนะครับถึง300ยกดาวรุ่งเราโอ้ถอดมีเลสเตอร์มาดาวรุ่งのパンチとかインサイドから入ってますねそうですねさあ出ていきますโดนซ้ายเข้าไปเต็มๆเลยนะครับเป็นแชมป์ภาคคนออก OPBF แล้วก็残りわずかになりました第1ラウンドワンツーボディに盛んに浜さん持ってきますねダウルね狙いはいいですよいいね狙いですよゴングです第1ラウンド終了しましたまあ有効なクリーンヒットボディブローストレートボディですねこれが良かったですからチャンピオンダウルンのラウンドですねはい第1ラウンドを取りましたチャンピオンダウルン MP ペトロリウム26歳同じく韓国のコーインシュクも26歳タイと韓国の間でこのタイトルマッチ行われていますなかなか第1ラウンドからやはりファイター同士ということもありまして激しくぶつかり合いますคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณบริษัทการบินไทยจำกัดบริษัทโอสถสภาเทคเฮงหยูจำกัดโดยคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์แล้วก็บริษัท MP ปิโตรเลียมจำกัดซาไดนีราウンドですอัศวเหมมาดูยกที่2นะครับ WBA 非常に混迷していますこのクラスバンタム級のタイトルマッチダウルンの初防衛戦เป็นตำนานมวยของไทยเราด้วยนะครับทางเขาทรายนี่
あのダウルンのパンチがカウンターで今終わった。今食いましたね。ちょっと気になってるところがあるんですが、右のガードが前回よりは低いですね。ああそうですか。はい、特にあのボディ攻めにいってるんで、相手の左食いやすいですからね。もう少し上げなきゃいけないですね。はい、それと狙いとすれば、ボディブロー左アッパーカウンターになってますからね、はい、それいい狙いですから、その後に右フックを顔面に返すといいですね。今の感じでボディとはね、左ストレート、その後右フックを顔面に返すといいですけどね。はいはい、さあどうでしょうか。今度は右ボディを持ってきました。ダオルン盛んにボディを狙います。ダオルンです。抑え込むような格好になりましたが、コウ・インシク、来ます。ダオルン出ていきます。迎えてボディを打ちました。ダオルンです。ちょっと今傷を見たんでしょうか。そうですね、まあここで激しく打っちゃうと、まあ、頭もぶつかるでしょうね。だいぶパンチと同様に頭も当たってるようです。両者お互いに出ていくタイプです。おーと右ダオルンもこう以上に体を低くして出てきます。このインジコはよく手を出してますね。タイトル獲得は相手の傷によるもの、1ラウンドで手に入れることができましたダオルンです。ジョン・マイケル・ジョンソンからタイトルを取りまして、その初防衛戦。もっと残りが間もなく30秒を切ります。第2ラウンド、あいいボディですね。ボディストレート、谷子の左がまた左ボディを狙っていきます。まだ2ラウンドですが、そのうちかなり効いてくるんではないでしょうか。コウ・インシク打たれています。有効なパンチですよ。ちょっとこれ苦しいんでしょうかね、やっぱり。そうですね、このクリンジのやり方っていうのはですね、はい、ちょっとボディを切りましたか。ダオルンの方が切ったわけですね。時計を止めました。モリタレフリー、あ、切れてますね。左の眉毛のあたりでしょうか。大丈夫です、続行です。まあせっかくダウルいいところでしたけど、コウが気分よくしたでしょ、今の傷で。あ、なるほど、はい。第2ラウンド終えました。チャンピオンダウルン、ちょっと左目のあたりカットしたようです。あのボディーブローは効いてたんですよ。だからその後ですね、コウがそのクリンチしてきましたもんね。コウも良かったんですけどね、このラウンド。私はまあ振り分けるんだったら最後のあのボディブローを取ってですね、ダオルンにつけますね。あ、そうですか、はい。タイのチュンライケンというところで行われていますが、チュンライケン、チュンセン軍です。 WBA 世界バンタム級のタイトルマッチ、チャンピオンダオルンの初防衛戦、第3ラウンドに入りました。さあまたラッシュします。コウ・インシク、あ、カウンターを取ります。ダオルンが目切ったので、ちょっと調子つきましたね。さあどんどん出ていきます。これはクリンチで逃げます。まあ、あとダウルンは回転負けしないことですね、はい、ここで相手がガンガン打ってくるんで、不利を少し小さくして早く打つことですね。さあこの辺から真骨頂を表しますか。コウ・インシク、まあ荒々しいファイターという見込みですが、どんどんその通り出ていきます。しかしダウルン急に失速しましたね。バッティングで目切って、目ですか、まぶたですか、ね、その辺ですが、確かに交代しますね。急にあれから失速しましたね、はい。おっと、ちょっとまた傷をチェックするんでしょうか。ちょっと深いんですかね。ちょっと深いんですかね。ちょっと自国のチャンピオンですからね、そう簡単には試合は、まあ、そんなことはないかもしれませんが、
止まらないでしょう。またあの目に入るようなところでもないように見えますけどね。それほど血の量も見えないようですが、激しく当たっているようです。頭と頭、あるいは頭と顔。しかし甲が気分よくしましたね。どんどん本当に気づいたように出ていきます。まあ相手にそういう弱点があればですね、そこを徹底的につくのはこれ格闘技ですからね。第3ラウンド半ばです。おっとカウンター、左のカウンターです。チャンピオン、まあ、ちょっとあの返した感じですが、あの後右フック変えればいいですよね。そこまでには至りませんでした。またあれ今度は挑戦者の方をチェックしました。やはりあの右の目のあたり、挑戦者もカットしているようです。あれだけ激しく当たっていますから、あるいはバッティングかもしれません。お互いダッキングする方向が同じなんでですね、はいはい、まあ、それは理由にならないんですけどね。技術があればそのバッティングを避けないといけないんですけど、まあ、お互いこうファイター同士ですからね、頭ぶつけて、まあ、チャンピオンの方が切ってますね。ダウロン、タイトル取った時よりもガード低いですね、はいはい。両者がカットしています。この第3ラウンド、おっとまた当たったか。頭を下げます。ダオルム少しアップライトになりました。それでも頭を下げながら出ていきます。コウ、コウインシク、コウ、おー、またカウンターを取ります。また左連打、ちょっときつそうです。チャンピオン、第3ラウンド終了です。このコウっていう選手はですね、その手数は多いし、そのなかなかアグレッシブなんですけどね、ちょっとそのナックルパートが当たらないんですよね。韓国で見た時もそうです。その欠点は、まあ、治ってないですね。だからそのパンチの有効度っていうのを見るとですね、ダオルンの方が上ですね。そうですか、はい、私はこのラウンドもあのチャンピオンダオルンのポイントにつけます、はい。さあ試合は第4ラウンドに進んでいます。 WBA 世界バンタム級のタイトルマッチ、先ほどご覧いただいた通り WBA のバンタム級は混迷しています。本当にくるくると猫の目のようにタイトルが移っていきます。あのラウンドの休みの時ですね、コウのセコンドがこう打つんだって言って指示してましたけどね。あ、そうですか、はい、そう打っていますか。さあ出ていきます。第4ラウンド、随分韓国の放送は表示が出るの遅いですね。あのタイですね、失礼しました、はいはいはい、タイは遅いんですよ。ようやく日も暮れ始めているようです。今4ラウンド目、 WBA 世界バンタム級のタイトルマッチ。おっとまた頭が当たったんではないでしょうか。出ていきます。挑戦者コウ・インシク、森田さんも大変ですね。こうしてファイター同士で互いまあ、頭から入っていきますからね。たびたび注意与えてますけどね。と出ていきます。迎え撃つのがダオルン。まあ、同じファイターなんですけど、このサウスポーのダウルの方がですね、カウンターも取れるし、はい、さっきなんかバックステップしてその左アッパーでカウンターちょっと取りましたね。うまいところもあります、はい、あれで右フックが変えればもっと効くんですけどね。また頭が当たったか。右で変わって左、頭は当たってますよ。当たってますね、はい、サイドへすり抜けて左を持っていきました。チャンピオンダウルン、まあ、これだけ頭当たるんだったら、相手の顔面と自分の頭を当てることですね、はい。
まあ、理屈上はですね、顔半分ヘッドスリップするとですね、相手の頭避けられるんですけどね、やはりそれトレーニングしてないとですね、やはりそのヘッドスリップができないですよね。左ボディーブロー、よくこの左でボディーブローを取ります。チャンピオン、まあ言うほどは簡単じゃないんですよ。というのは相手はもう向かってきますからね、前へ、ええ、おっとサイドへ逃げるということがですね、サイドへ出ないといけないというのは言うのは優しいんですけど、サイドへ逃げるというのは逃げになりますか、相手はサイドへ追ってきますからね、はい、第4ラウンド終了です。このラウンドも今もういい左右左が当たってますけどね、はい、あの有効なクリーンヒットの多さでですね、ダウルンのポイントですね。まあ、あの波のある選手だというチャンピオンなんですが、この日今日のダオルンはいい部類に入りますか。いや波ですね。そうです、はい、それは分からないですが、まあ、ちょうど中間という感じでしょうか、はい、波のあるダオルンの 波の調子としては波ですね。難しい微妙な表現を使います。はい、浜さん、テクニック的にはこのようにダウルのがやはり持っているようですね。あ、そうですね、とにかくコウの方はがむしゃら、ダウルの方はカウンターまだクリーンヒットではないんですけどね、はい、タイミングはあと少し入ればいいですよ。あ、まあ、なんでこのタイミングがまだ合ってないかというのはちょっと大きいんですね。はいはい、第5ラウンドに入っています。相手が力が入っているときに、自分の力を抜くというのは難しいですけどね。あ、力が入ればどうしても自分も力入るもんですけど、そこを、いかに力抜くかなんですよ。出てきますね、本当によく出てきます。この突進を止めようと逆に力入るわけですよね、はい、そこで力を抜いてスピードあるパンチをカウンター決めればいいんですけどね。またバッティングですね。チャンピオンの方を見てもらいます。でも綺麗に止まらないようですね、これね。こう頭から来ますからね、頭と右のパンチも一緒に出してきますからね。あとコーナーニュートラル、いやこれもうできないんですね。ということになると負傷判定ですね。大国コミッションの終了ですか。今入ってきたのがプライっていう事務局長に相当するんですかね、事務局長補佐ですかね。はい、เนื่องจากนักมวยฝ่ายแดงมีบาดแผลซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุไม่สามารถทำการแข่งขันต่อไปได้นะครับสำหรับผลของการตัดสินจะดูจากคะแนนรวมครับซึ่งมีผลดังต่อไปนี้กรรมการลูทาเบิร์ตให้คะแนนดาวรุ่ง39คะแนนนะครับin sequels 37ก็ยังอยู่ますね。กรรมการ Asao Kasunobu ให้ดาวรุ่ง40 Asao さんがですね。はい。40対36ですね。36คะแนนและกรรมการ Larry Rosadilla Rosadilla がให้ดาวรุ่ง40คะแนน in sequels 37คะแนนそれで40対37ですね、はい、そして一番最初に言ってたのがですね、ルータバット39対37、3者ともですね、チャンピオンのダウルンの勝ちですね。負傷判定でチャンピオンが初防衛ということになりました。第5ラウンドでダオルンの左目の出血が、目のあたりの出血が止まりませんで、ドクターが止めました。負傷判定ということになりました。4ラウンドまでの採点が今発表された通り、ダオルンが初防衛を飾りました。
และใน4ยกที่ผ่านมาดาวรุ่งเราก็เป็นฝ่ายชนะこれはタイトルを手に入れた時もไพ่เป็นยารักนะครับ確か出血ขึ้นไปประกาศจอห์นไมเคิลจอห์นสันからまあこれは相手だったんですが出血のためタイトルを手に入れることができました6ยกนะครับ今回は自分が出血してのタイトル防衛ということになりますดาวรุ่งเราก็ชนะไปอย่างเอกฉันคือ3カメラマンの皆さんもリング上がっちゃってるんですねそうですねタイはああいうふうにカメラマンが非常になんて言いますかアグレッシブですからねจะเป็นผู้คาดเข็มขัดให้กับดาวรุ่ง MP ปิโตรเลียมตาบีแชมเปี้ยนเบลต์กลับมาดาวรุ่งของเรายังคงรักษาตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกรุ่นแบนตัมเวทของสมาคมมวยโลกไว้ได้นะครับโดยการชนะ WBA のチャンピオンベルトです。だからそんなのも珍しいですね。タイトル取った時も武将絡み、はい。そして初防衛戦も武将絡みっていうのはですね。まあおそらく本人はこの初防衛戦で今度ははっきりと試合決着をつけて初防衛を飾ろうという気持ちで上がったんでしょうが図らずも同じような同じというか出血による試合の判定ということになってしまいましたチャンピオンベルトですね、はい